I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me.
ザクソンから次の依頼があった。アカウント狩りのミュージカ、なんだそいつは。あがき、ワールなんでしょ。よろしくで、ね、私のデジモン拾ったの。お嬢はデジモンには興味ねえのかと思ってたぜ。どういう心境の変化。成り行き、あがきが迷子になってたのか。デジタルワールドに帰る方法が分かるまで一緒にいていいってエリカが言ってくれました。デジタルワールド、何それ。どこのエリア。この子の故郷だって。私たちとは別の世界になって、デジモンたちはみんな…は？なんだそりゃ。変なデジモンだな。本当でしょ。よく喋るな。お前が組んだのか。最初からこう。まあ何でもいいが、ちゃんと面倒を見ろよ。仕事の話に戻るぞ。俺たちはアカウント狩りの元締めを追う。ザクソンからの情報でさ、シガみてえなハッカーを利用してアカウントを集めてる悪い奴がいるらしいんだよね。アカウント狩りを止めるためには大元であるそいつを叩く必要があるってわけ。シガのデジバイスを調べたときに端末情報を盗んでおいた。シガと元締めとの通信記録は暗号化されていて、詳細な情報まではつかめなかったが、元締めの名前だけは分かる。やつの名はメフィストさんだ。メフィストさん、偽名だから私に言わせれば君の名前も変。変じゃないでしょ。それならヘリカだって変でしょ。まずはメフィストさんとの接触方法を探る。千歳とエリカはヤツに関する情報を漁ってくれ。千歳はこっち、エリカはネットでだ。アイアイさん、俺とお前はログインして、やつとつながりがありそうなハッカーチームを直接当たる。お前はうちの新しい鉄砲玉だ。やつの居所をつかんだら、そのまま殴り込みに行く。気を引き締めておけ。
メフィストさんとつながりのありそうなハッカーチームの目処はつけてある。エデンフォーラムを根城にしているブラックシルバーとクーロンにたむろしている中野ストライプスだ。どちらから当たっても構わない。現場で情報を集めるぞ。油断するなよ。おら！みんなのおかげだよ。ハック開始だ。行け！
ハック開始だ。ほら、なんとかなったね。さあ、行こう。引き抜きだな。さあ、行こう。いっけ。悪くなかった。金目のもの、置いてきな。油断するな。たまらん、逃げるぞ。ハク、開始だ。みんなのおかげだよ。油断するなよ。引き抜きだな。
金目のもの、置いてきな。このまま落ちない。上出来だ。ハック開始だ。なんとかなったね。油断するね。上出来だ。メフィストさんの正体は誰も知らず、いつ現れるかもわからない。この程度でしょげるな。アカウントを買ったハッカーたちが元締めと連絡を取っていることは間違いない。なら何かしらの接触方法があるはずだ。よっ、調子はどうだ。2つ当たってみたが、どっちも白だった。それならいいんだ。スチームリーマンってハッカーチームが最近妙に羽振りがいいらしいぜ。気前のいいクライアントを見つけたんじゃないかってフリーのハッカーの間で噂になってる。どこでそんな情報を手に入れたって？言ったら情報収集は俺のお箱だって。いろんな筋の情報源を持ってんだよ。そうですね。スチームリーマン、あいつ、いや知り合いじゃないか。目立つ奴らだからな。名前だけは知ってる。エリカ、アジトの場所はわかるか？うん、URL 転送する。俺たちは直接行って話をする。千歳、お前はこっちに合流。へいへい、行くぞ。向こうで千歳と合流。開始だ。
アタック開始だ。なんとかなったね。油断するなよ。なんとかなったね。お待たせ。お、いたいた。スチームリーマンってのは。はい。どうやって外部の人間で。貴様らには感じないか。この幻想世界の人間、そして汚れ、我らがこのマスクを外すときは全てが切り裂く。決して映画のキャラを。てめえがここのチームの頭か。面倒は避けようぜ。俺たちは情報が欲しいだけだ。メフィストさんについて知っていることを教えろ。てめえら、そいつと、どこへ。今のはリュウジの鎌掛けだよ。まんまと引っかかったね。呼吸が乱れてるぜ。答える気にはない。さっさとお前らの汚染された息の根を、俺たちとのバトルでな。あいにく、俺たちも手ぶらで帰る気はねえよ。さて、始めるぜ。ここからはいつものバトルじゃねえ。気を引き締めていけよ。Bye.
染された息に止めてやるぜ。行け。なんとかなったね。My Hakim Prison! ハック開始だ。このまま押し切れ。一緒もんでやりますか。波に乗ろうぜ。正義は必ず勝つなんてな。油断するな。一丁揉んでやりますか。正義は必ず勝つなんてな。一丁揉んでやりますか。
茶番はその辺にしとけ。そうそう、今のうちに素直に喋っておいた方がいいぜ。でないとは、そこにいるうちの新人が大暴れしちまうかもしれないからさ。こいつこんな顔してるけど、切れると怖いんだぜ。なんせこの間もよそのチーム相手に大立ち回りして、相手のピッをして、その上からピッを突っ込んでにまでしちまったんだからな。奴らにはこういう、ほんじゃま、ちゃっちゃと教えてちょうだいよ。ついでにその変な喋り方もなしな。巻きで頼むわ、巻きで。いや、もうね、勝者に従うのがいい。またハッカー指定の掲示板にこちらから合図を送り、そうすれば取引が。やつを呼び出す、今すぐ。分かった。これから直近の取引だ。取引場所に行きゃやつに会えるさ。一丁上がりってな。いよいよ元締めとご対面だ。千歳、後始末は頼む。ほらい、気をつけろよ。や、あいつは残ってスチームリーマンと交渉だ。有益な情報をもらった対価には別の情報。俺たちはいろんなチームから依頼を、仕事のたびに恨みを買ってちゃキリがない。千歳はこの手のケアがうまい。それならなぜわざわざ戦うのかって。簡単な話だ。わかりやすいからだ。お互いの立場をはっきりさせるのにな。エデンのハッカーってのは理屈じゃねえんだよ。